今日も一日お疲れ様です。りょうです。今回はワークマンさんのご招待で本社に来させてもらいました。で、いち早く2024年秋冬の新商品をご紹介できればなと思います。このチャンネルは骨太ボツメ体験の僕がおしゃれで普段着に使えるワークマンアイテムをたくさんご紹介しています。 YouTube の他に Instagram でもたくさんワークマンアイテムをご紹介しているので、よかったら見てください。それではどうぞ。はい、ということで冒頭でもお伝えしましたが、ワークマン本社に来させていただきました。で、いち早く2024年ワークマンの秋冬新作商品を一挙ご紹介できればなと思います。皆さん気になっている商品もたくさんあると思うので、いっぱいご紹介できればなと思います。それでは早速ご紹介していきます。まずこちらに並んでいるのがワークマンの秋冬目玉商品 X シェルターシリーズです。で、実際にどういう商品かというと、簡単になんですけど、このアウターの中にワークマンが独自開発した断熱シートが入っているアウターになります。外からの気温を断熱してくれて、中の発熱した熱を外に逃がさないような仕組みになっています。しかもこの技術特許を申請してるみたいで、ワークマンの新しいすごい技術がまた生まれたみたいです。で、その X シェルターシリーズ、結構いろんな形で販売するみたいで、例えばこちらはワーク系のちょっとタイトめな作りのベストになっています。このシリーズはベストとかこういった長袖セットアップにもなる、こういったパンツも展開されています。結構タイトめな作りになってて、まあ、スポーツにも使えそうですし、よく動く仕事の方とかに使ってもらえそうなアイテムだなって思います。で、こちらはメンズアイテムのアウターになるんですけど、こちらも断熱シートが入っています。で、断熱シートも入ってるし、発熱綿も入っている真冬に使えるアウターです。で、個人的に気になってるのはこのブラック、まあ、単色になってるんですけど、シンプルで普段着に合わせやすそうですよね。そこまで重くなくって、見た感じより軽い印象を受けます。で、このシリーズ共通にはなるんですけど、アウターの中の温度が分かるようなこういったサーモメーターみたいなものがついてたりします。今だったらこの黄色っぽい26度あたりの温度になってて、一目で分かるような仕様になっています。本当こういうの面白いですよね。今サイズ L サイズを着用しててこんな感じです。今 L サイズ着用してるんですけど、まあ、僕ならもうちょっと大きいサイズでもいいかなと思います。で、サイズ展開はこのブラックのみなんですけど、 4L まで展開してるみたいで、他のカラーは S から 3L までの展開みたいです。ブラックのみ 4L まで展開しています。まあ、ストレス性はないんですけど、まあ、そこまで動きにくさっていうところはありません。着心地っていうところも本当に軽いので、ちょっとこのアウター使いどころ多いと思います。8月上旬で着てるんで、この暖かさっていうところは分からないんですけど、今の感じだと冬でもしっかり使えるような感じはするので、この冬アウター一着探してる方、 X シェルターシリーズ注目だと思います。他にも防水防寒のセットアップで着れるアイテムもあって、それがこちらになります。で、このアイテムはどっちかというと、その普段着でガシガシ使うっていうよりかは、まあ、外のアクティビティで使えそうな結構ごつめのアウターになっています。本当バイカーさんにちょうどいいのかなって個人的に思いますね。で、中ちょっとこういった感じで蛍光色になってたりして、まあ、機能性はほとんど一緒なんですけど、この首元がこういったメッシュになってて通気性が良くなってたりします。価格は上下セットで9800円になります。まあ、ワークマンにしてはちょっとお高めの値段設定なんですけど、まあ、その分機能性がかなり充実しているアイテムなので、外のアクティビティ、まあ、釣りとかバイクとか、それこそキャンプする方とかにもおすすめできるかなと思いますので、これも要チェックだと思います。で、実はレディースアイテムも展開されていて、こちらは4900円になります。結構がっつり機能的なアウターにはなるんですけど、女性の方でも使いやすそうなこのいったピンクであったり、他にもブラックのカラー展開があります。ワークマンらしい機能性で、あんまりこういったものってレディースで展開されてなかったんで、今期から続々出るのかなって個人的に思いました。女性の方でこういった高機能なアウター、しかもリーズナブルなものを探している方は一押しです。
はい、続いて、バイヤーさんの一押し商品と僕が気になった新作のアイテムをご紹介していきます。見てください、このラインナップ。ちょっと横にはなるんですけど、ちょっとおしゃれなものがほんと増えましたよね。ではまずこちらからご紹介していきます。こちらの商品がミルパデッドオーバーベスト、価格は2900円です。でこちらのアイテムはワークマン女子限定のアイテムだそうです。ワークマンのベストって結構その職人さん向けのものが多かったんですけど、今年はファッション性の高い秋冬のベストが出てます。これとかすごく生地感とかミリタリー感があるんですよね。普通の生地と違ってちょっとザラザラした感じで、最近テック系が流行ってるんで、ほんとそういった感じのベストだなと思います。見てもらっても分かると思うんですけど、かなり大きめな作りになっているので、ほんと今時なアイテムです。早速着てみます。はい、着てみるとこんな感じです。これはワークマン感ないですね。で生地感的にもそこまで、まあ、しっかり綿入ってるんですけど、そこまで分厚くなくって、ほんと秋から冬にかけて着れそうなアイテムだと思います。で後ろもシンプルで単色のカラーになっているんで、最近やっぱりベストの方で流行ってるんで、こういったものを一着ワークマンで買うのもありかなと思います。赤色系とか結構明るいカラーも最近人気なんですけど、結構上級者向けのこういったオフホワイト系のものとかあります。で無難に使いやすいこういったネイビーもあるので、まあ、価格もお安いんで冒険してみてもいいんじゃないでしょうか。個人的にはこのブラック一着欲しいなとは思います。ワークマンのアイテムならフードあると思いきやこれないんで、ほんと今時なアイテムです。でしっかり襟も立っているので、まあ、値段以上にほんと高みはすると思います。で次に紹介するのがこちらのベストのジャケットバージョンになります。価格は3500円です。こっちもいいんですよね。さっきのベストと同じ生地が使われてて、ちょっとザラつき感あります。で光沢感はあんまりなくって、やっぱこのマットな感じが高見えするポイントだなって思います。でこれもちょっと大きめの作りになってるんで、一回ちょっと着てみます。はい、着てみるとこんな感じです。これもしっかり襟が立っててかっこいいですよね。で今 M 着用してるんですけど、それでジャストめなサイズ感です。ちょっと余裕もあるのかなと思います。なのでもし L とか LL 着るともうちょっと大きめのサイズ感になると思うので、まあ本当ゆったりしたジャケットになると思います。これもシンプルで単色ですし、やっぱりこのブラックのマット感が個人に気に入ってます。で M でも結構大きめのサイズで、丈感はちょっと短めで、結構サイズ感でいろんなコーデが楽しめると思います。他にもカラーがあって、こういったネイビーとか先ほどと一緒のこのホワイト系もあります。どれもマットな感じがして、本当高見えすると思うので、最近トレンドのフードがついてないジャケット探してる方はかなりおすすめのアイテムかなと思います。続いてがこちらのジャケットです。ウィンドコアヒーターフリース長袖ジャケット4500円になります。でこのアイテムは電熱ウェアになっているので、まあ、バッテリーを搭載して中の電熱が暖かくなる、まあ、言ったら着るこたつのようなフリースになっています。でこれデザインかめっちゃかっこよくないですか。まあ、単純なカラーもいいんですけど、こういった迷彩カラーもかなりおしゃれになってきてますよね。後ろもこういった感じで、まあ、シンプルな作りになってはいるんですけど、この迷彩柄が可愛いです。はい、着るとこんな感じです。アウトドア感がかなり強くなるアイテムにはなるんですけど、昔の電熱ウェアだとザ・電熱ウェアって感じのワーク系のアイテム多かったんですけど、本当カジュアルにおしゃれに着れるアイテムがどんどん増えて、電熱ウェアももうこういったところまで効いてますね。ポケットの中にこういった線が入っているので、ここにバッテリーをつけて中が暖かくなる仕様になっています。と僕キャンプとかよくするので、こういったものをキャンプに着ていくのもありかなと個人的に思います。分厚いのが苦手だよっていう方にはおすすめなんじゃないかなと思います。続いてはこちらです。フレームテックフラッティウォームリトルモンスターパーカーです。お値段は4900円です。ワークマンの定番の焚き火ウェアなんですけど、それがリニューアルしました。新しいカラー展開になっています。でこのカラーはアイボリーで、こっちはダークチャコール、他にもカーキのカラー展開になっています。着てみるとこんな感じです。
まあ、この生地自体が火の粉がついても燃えにくい仕様になっています。まあ、カラー展開がこういったアイボリー、白系のものだったり、まあ、くすみ系のブラック、カーキとか、キャンプだけじゃなくって普段着にもどんどん使えそうなアイテムになってきました。これもちょっとサイズ的にオーバーサイズめなものになっているの でちょっと丈感が長い仕様になっています。でここに8の字でチャックあるんですけど、結構大きめに、まあやっぱキャンプ仕様っていうこともあって、で左胸のところにもこういった感じでちっちゃいポッケもあったりして、と収納力もあって燃えにくい仕様にもなってますし、さらに普段着にもどんどん使えてきて、ほんと万能なアウターになってきました。続いてはこちらです。ソリッド部分耐久撥水パテットフーディーです。お値段は2900円になります。こういった感じのフーディーっていろいろワークマンさん出してきてたんですけど、結構ボリューミーな形のフーディーが登場しました。生地感はこんな感じで、まあ、光沢感はあんまりなくてマットな感じで、結構綿がボリューミーだなと思います。で見た感じもふんわりした形にもなっているので、ほんと高見えしそうですよね。でこれはしっかり封筒があるタイプになります。着てみるとこんな感じで、さらにボリューム感が出ると思います。次はこちらのアイテムをご紹介していきます。こちらがベルベットオーバーシャツ、お値段は1900円。これはワークマン女子限定のアイテムみたいです。光沢感のあるベロア生地が使われているので、かなり高級感あふれるようなアイテムになっています。オーバーサイズのサイズ感になっているので、まあ、トレンド感ありますよね。個人的にこのボタンのところが光沢感があんまりなくてマットな仕様になっていて、ほんと高見えすると思います。着てみるとこんな感じで、今 LL サイズ着用してるんですけど、ちょうどいい感じですね。まあ、普通のシャツと違って光沢感も出て、まあ、ベロア生地でトレンド感もあるので、本当に高見えしそうなアイテムだと思います。ブルー系のものだったり、こういった感じの緑のものでチャコール系のカラーもあって、ちょっと人と違うコーデしてみたいなっていう方にはすごくおすすめなんじゃないかなと思います。でセットアップアイテムとしてベルベットオーバーラインパンツもあります。値段は1900円。こちらもワークマン女子限定のアイテムになってるみたいです。これもシャツと同様にベロア生地ですごいマットですよね。でここで特徴的なのがサイドが別の生地の切り返しになっているので、まあ、ちょっとレトロ感もありつつ、まあ、トレンドを抑えているようなアイテムになっています。これも結構可愛いと思います。裾が少しフレアになっているみたいで、結構ダボっと履けそうなアイテムなんじゃないかなと思います。でカラーもさっきのシャツと同様なカラーが出ているので、セットアップでも楽しめるアイテムになっています。続いてはこちらのシンセティックレザーリブブルゾンです。お値段は2900円で、こちらもワークマン女子限定のアイテムになっています。ワークマンのメンズにもついにこういったレザー調のアイテムが今年から登場します。でフェイクレザー使われていて、で結構大きめの作りにはなっているんですけど、少しショート丈になっているのがポイントです。こちらはブラウンのカラーになります。着てみるとこんな感じです。まあ、古着感もありつつおしゃれに見えますよね。まあ、フェイクレザー使っているので、生地感もちょっと薄いので、まあそこまで重くはないです。どちらかというと軽くさっと着こなせるような感じがします。今 LL サイズ着ててちょっとダボっとしすぎるんで、まあ、僕身長 175cm なんですけど、そういった方だったら L とかでもいいんじゃないかなと思います。で3色展開になっていて、こっちがブラック、こっちがグレーで、どれもかっこいいですよね。このグレーとかすごく珍しいなって思います。でもう一つこういったレザー調のアイテムがあって、それがシンセティックレザーカーコート、お値段2900円のこちらもワークマン女子の限定のアイテムになります。今着ているものと比べて襟がこういった感じでコーディロイの素材の襟になっています。こっちの方がカジュアルめではあります。こっちもちょっと着ていきます。着てみるとこんな感じです。こっちの方が可愛いアイテムだと思います。で僕個人的にはこっちの方がカジュアル味があって、まあ、柔らかい
印象になると思うので、こちらの方が着やすいのかなとも思います。グレー意外と良くないですか？LL サイズ着てるんですけど、こっちの方がちょうどいいなって思います。可愛く見えるし、こなれ感ありますよね。で、このカラーもこんな感じでブラック、ブラウンと3色展開になっています。カジュアルで着こなすならこういったブラウンとかグレーの方が挑戦しやすいんじゃないかなと思います。続いてはこちらのソロテックス仕様プレミアムジャケットです。このジャケットは3900円になります。で、昨年も登場してたこのプレミアムスーツなんですけど、今年はブラウンカラーが登場して、さらに生地感もかなり変わりました。動画じゃ伝わりますかね、この感じ。結構パリッとした感じがあって、さらに高級感が出たような印象です。で、袖のところもこんな感じで、もう普通のスーツになってきました。よりイージーケアの仕様になってるみたいで、本当にガシガシ使えるスーツになっています。もちろん黒もあるんですけど、黒もかっこいいし、ブラウンもやっぱりカジュアル感あって、こっちもいいですよね。着るとこんな感じです。今 L 着用してて小さいんですけど、そのシルエットかっこいいですよね。シルエットが本当に綺麗で、結構ガタイいいんですけど、それでもかなりスッキリ見えると思います。で、セットアップにもなるプレミアムスーツパンツ、お値段は2900円、ジャケットと同じカラー展開になっていて、セットアップで着こなせます。で、前にはこういった感じでしっかりタックもついてるし、裾にかけて細身になっていくテーパーとか、かなりシルエット綺麗に見えると思います。だいたいセットアップで7000円ぐらいになるので、お買い得に買えるって本当すごいですよね。本当スーツ専門店のお店のものと比べても見劣りしないと思います。正直ガシガシ使えるスーツ買うんだったらもうワークマンでいいなって思いました。続いてはこちらです。タックテーパートパンツ、お値段は2500円、こちらもワークマン女子限定のアイテムになっています。すごくきれいめなパンツですよね。しっかりここにタックも入ってるし、トレンドに合わせたちょっと大きめサイズになってて、すごく流行的なパンツになっています。一見すると本当にきれいめのパンツでワークマンっぽくないんですけど、実はこういうところにポケットがあって、 iPad が入るくらいの大きさの大きなポケットがあったり、ここに小さなポケットがあって、 AirPods が入るくらいの大きさのポケットがあったりと、収納力がすごいです。質感もよくって、光沢感もあんまりないんですけど、実は高撥水の機能性があったりと、ワークマンの機能性はそのままに、デザインが本当に良くなってます。で、これも本当デザインいいですよね。カラー展開も使いやすいものが多いので、もう本当1枚持っておくとすごく便利なパンツだと思います。カジュアルにも着れるし、きれいめなシルエットでもあるので、きれいめコートにもすごく合うと思います。で、続いてがこちら M65 タイプユーティリティカーゴパンツ、お値段は1900円です。昨年僕の YouTube にも取り上げたユーティリティカーゴパンツ、新しい形で新発売です。生地感的には昨年のものと似てるような感じもあるんですけど、こういったウエストのところが変わっていたり、また違ったパンツになっている印象です。サイズ感も結構大きめの、裾はストレートになっているので、本当今時に着こなせるアイテムかなと思います。昨年のタイプも本当すぐ売り切れたので、今年ももしかしたらバズるんじゃないかなとも個人的に思います。で、使いやすいこういったオリーブ色であったり、ブラックもあります。続いてはこちらです。もっちりパイルフルジップフーディー、お値段は1900円です。ワークマンからついにこの素材出ちゃいました。もうすごく柔らかい素材で、ほんと部屋着に最適だなって思います。ほんと着心地良さそうなんですよね。外に着ていくっていうよりかは、部屋着にすごくぴったりなんじゃないかなと思います。やっぱ肌触りよくってすごく着やすいです。部屋着もそうですし、ちょっと近くのコンビニとか行くにもちょうどいいぐらいのアイテムだと思います。今これ M 着用してるんですけど、やっぱりすごく伸縮性高いので、それでも全然きつくないです。 M でも着れますし、多分大きいサイズでも全然着れると思うので、これ発売してたら一度は試着してほしいなと思います。男女問わず使えると思うので、部屋着にするならこれおすすめします。で、最後の商品になります。で、面白いシャツ見つけました。スムースジャージーリラックスシャツ、お値段は1500円です。一見すると普通のシャツっぽいんですけど、生地が全然違って、こんな感じですごく伸びるんです。
生地はジャージー素材使われているんで伸縮性が本当に高くて軽いしさっと羽織れるようなシャツになっています。伸縮性がいいから本当に着心地良さそうなんでちょっと着てみます。はい、着てみるとこんな感じです。見た感じ普通のシャツなんですけど、もうなんていうか伸び縮みほんとするんで、なんかスポーツウェア着てるような感じのシャツですね。それでも見た目が本当いいのでカジュアルにも着こなせるし、これだけ柔らかい生地なんで、まあ、部屋着としてもいいのかなと思います。で、今ちょっとタイトめなんですけど、今 M 着てるんですけど、次ちょっと LL サイズ着たいなと思います。 LL サイズでこんな感じです。ちょっと裾は長めになります。まあ、全体的にちょっと多分大きめの作りになっているかなとも思うので、まあ窮屈感なく本当リラックスして着れるかなと思います。同じ素材が使われたリラックスパンツもあって、これも1500円になります。でセットアップのアイテムになるので、これ2つ揃えても3000円なんで本当お買い得だと思います。でこれも生地がすごくこんな感じで伸びるので、まあ、ラフな格好したいなっていう時にはすごく着心地いいと思うんで、見た目以上にちょっと面白いセットアップになります。ギャップが面白いアイテムなので、ぜひ店頭で見つけたらチェックしてみてください。はい、ということで2024年ワークマンの秋冬新作アイテムを一挙ご紹介しました。普段着にも使いこなせるものが本当多くなった印象です。見た目以上にワークマンの機能性もしっかり入りつつ、普段着にもしっかり使えるものが本当に多いので、今年の秋冬も大注目間違いなしだと思います。で、秋冬アイテム本格的に8月から徐々にお店に並ぶらしいので、また僕もチェックしていろいろご紹介できればなと思います。ということで今回はワークマンの本社からお届けしました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。